ユルネスツ・ガルビスは、ラトビアリガ出身の男子プロテニス選手。身長190センチメートル、体重85キログラム。右利き、バックハンドは、両手打ち。これまでに ATP ツアーで、シングルス6勝、ダブルスで2勝を挙げる。自己最高ランキングは、シングルス10位、ダブルス130位。ラトビア人初のツアー優勝者であり、トップ10選手。 2014年全仏オープン男子シ,シングルスでベスト4に入った選手である。サービス、グラウンドストロークともに強打が持ち味。エルネスツ・グルビスとも表記される。ソビエト連邦の崩壊に伴って、1991年にラトビアが独立した時、ガルビスは3歳であった。彼の家族は、祖父は、ソ連時代のバスケットボールの名選手であり、 父親も元バスケットボール選手、母親は劇場女優で、エルネスツアー5人兄弟姉妹の2番目の子供として生まれた。彼がテニスを始めたのは、ソ連崩壊の2年後、5歳の時に祖母と一緒にテニスコートへ行ったことがきっかけだったという。ガルビスは12歳の時からドイツミュンヘンにある、名門テニスアカデミーとして知られる、ニキ・ピリッチテニスアカデミーに留学し、 現在もピリッチの指導を受けている。2004年にプロ入りし、2005年から男子テニス国別対抗戦デビスカップラトビア代表選手に抜擢された。ガルビスは2007年から男子ツアーで急成長を始め、同年の全仏オープンで4大大会にデビューした。1回戦で彼はイギリスのティム・ヘンマンにストレート勝ちしたが、次の2回戦で敗退した。 ウィンブルドン選手権では1回戦でマルコス・バグダティスに敗れたが全米オープンで4回戦に進出し世界的な注目を集める3回戦で第8シードのトミー・ロブレドを破ったガルビスは続く4回戦でカルロス・モヤに5から7、2から6、7から6、4から6で敗れたラトビア出身の男子テニス選手がこのような好成績を出したのは 史上初の出来事であった。2008年4月の全米男子、クレーコート選手権で、ライナーシュットラーと組 ATP ツアーでダブルス初優勝を達成する。全米男子、クレーコート選手権ダブルス優勝の2週間後には、バミューダ諸島開催のチャレンジャー大会の、シングルス準々決勝で、日本の西コリ慶に敗れた。全仏オープンで、2回戦で第7シードの、 ジェームズ・ブレイクを破るなど、4大大会で初めてベスト8位を決め、前年の全米オープンを上回る成績を出した。準位決勝では、第3シードのノバク・ジョコビッチに5から7、6から7、5から7で敗れ、ガルビスの快進撃はここで止まった。2010年全米オープンにて2010年、デルレイビーチ国際テニス選手権決勝で、ガルビスは、イボカロビッチを6から2、 6から3で破り、ツアー初優勝を果たした。ラトビア人としても、初めてのタイトル獲得となった。BNL イタリア国際では2回戦で当時、世界ランキング1位のロジャー・フェデラーを2から6、6から1、7から5で破り、ベスト4に進出している。2011年7月のファーマーズクラシックでは、シングルス決勝でマーディフィッシュを5から7、6から4、 6から4で破り優勝。シングルスツアー2勝目を挙げた。2013年には、2月のデルレービーチ、国際テニス選手権と9月の、サンクトペテルブルクオープンに優勝し、通算シングルスタイトルは4勝となった。2014年は2月のオープン13で決勝に、進出し、ジョー・ウィルツ・オンガを7から6、6から4で破って、ツアー通算5勝目を、 5月のニースオープンでは、フェデリコ・デルボニスを6から1、7から6で破って6勝目を挙げた。全仏オープンでは、4回戦で第4シードの、ロジャー・フェデラーを6から7、7から6、6から2、4から6、6から3で破る金星を挙げ、続く、準々決勝でも、第6シードのトマーシュ・ベルディファを6から3、6から2、6から4のストレートで破り、 自身初の4大,大大会ベスト4へ進出。準決勝では、第2シードのノバク・ジョコビッチに3から6、3から6、6から3、3から6で敗れたものの、大会後のランキングで10位となり、自身初のトップ10入りを果たすなど、大躍進を遂げた。グルビスは、レースランキングで13位となり、上位選手が、ATP ワールドツアーファイナルの交代選手を、 辞退したためグルビスに交代選手2番手の権利が回ってきたが辞退した。年間最終ランキングは13位。2015年は全仏オープンまでわずか2勝しかできず、前回ベスト4の全仏オープンでも2回戦でニコラ・マユに敗れ、ランキングは29位から87位に落ちた。しかし、 8月のロジャーズカップでは予選を勝ち上がり出場、ドミニク・ティーム、ルカッシュ・ロソル、ドナルド・ヤングを破り、準々決勝に進出。準々決勝では、世界ランキング1位のノバク・ジョコビッチに2本のマッチポイントまで追い込むも、7から5、6から7、1から6で敗れた。年間最終ランキングは81位。2016年全仏オープンでは、アンドレアス・セッピと、 ジョアン・ソーザにストレートで勝利し、3回戦で、第6シードのジョー・ウィルフリード・ゾンガの途中危険があって、4回戦に、進出。4回戦で、ダビド・ゴフィンに6から4、2から6、2から6、3から6で敗れた。シーズン全体で7勝に終わり、ランキングも151位まで落ちた。2017年も6勝8敗に止まり、年間最終ランキングは199位。 2018年は、ウィンブルドンで予選から勝ち上がり、3回戦では、第4シードのアレクサンダーズ・ベレフを7から6、4から6、5から7、6から3、6から0で撃破した。4回戦で、第24シードの西コリケー6から4、6から7、6から7、1から6で敗れた。10月のストックホルムオープンでは、予選から勝ち上がり4年ぶりに、 ツアーの決勝に進出するも、若手のステファノス・チチパスに敗れ、ダブルスを含めた決勝での連勝が8でストップ。それでも、この結果により2年ぶりに100位圏内に復帰した。2019年は6勝17敗で226位に落ちてしまった。2020年全豪オープンで予選から勝ち上がり、1回戦で、新鋭、フェリックス・オジェアリアシムに勝利。 自己最高の3回戦まで進んだ。パワフルなストロークが武器のオフェンシブベースライナー。パワーだけでなく、トップスピンロブやドロップショットなども正確。玉足が速いハードが得意だが、クレイの全仏オープンでも結果を残す。時速130マイルから140マイルのサーブも強力。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格。NH イコール開催なし。ありがとうございます。